私はミカ、20歳。私には3つ上の姉がいるのですが、姉は自分よりも学歴が下の人を見下す、かなり意地悪な性格でした。これまで友達を家に遊びに連れてきたことがあったのですが、その友達が高卒だった時も姉は見下してきました。結局姉がそんなことを言い出すので、その子との仲もギクシャクしてしまい、気づけば私の元を離れていってしまいました。それ以来、できるだけ友人を家に呼ぶことはやめるようにしていました。そして、しばらくして私には彼氏ができ、私が彼氏を家に連れて行った時のことでした。その日はちょうどタイミング悪く、姉の沙織も彼氏を連れてきていたのです。私はあの一件以来、姉に私の知り合いを会わせることに抵抗があったので、すぐに部屋に入ろうとしたのですが、姉のカップルに捕まってしまいました。あれ？ミカも彼氏連れてきてたの？うん、まあね。ちょっと紹介してよ。姉に挨拶なしで部屋にこもる気じゃないでしょ？挨拶もできない男なんて、やめた方がいいと思うけど。わかったよ。本当は紹介したくなかったのですが、姉は一度言い出したら聞かない性格なので、余計なトラブルを避けるために、一言挨拶だけしてもらうことにしました。私の彼氏のサトシは、もちろん姉の性格を知らないので、喜んで挨拶をし始めました。俺、サトシです。いつもミカと仲良くさせてもらっています。どこで知り合ったの？実は、ミカのバイト先で知り合ったんです。ミカのバイト先に先輩と行った時に接客してもらったのがきっかけなんですけど、俺がミカに一目惚れしちゃって、それから俺がアピールして付き合うようになりました。そうなんだ。さすが私の妹ね。一目惚れさせることあるんだ。はい、でも付き合ってからもっと好きになりました。ミカは優しいし、いつも俺の心配をしてくれてるんで。心配？あなた病弱なの？いえ、俺仕事をしてて、まだまだ見習いなんですけど。仕事？あなた大学は？俺、中学卒業して、すぐに就職したんです。だから、体調とか仕事で怪我とかしないように、ミカは心配してくれてるんですよ。そうなんだ。姉は明らかにサトシに対する態度が変わった瞬間でした。中卒と聞いて、姉がサトシのことを見下さないわけがありません。私の悪い予感は的中し、姉はニヤニヤしながら口を開きました。ミカ、今はいいかもしれないけど、将来は大変かもよ。中卒の彼氏とか、将来絶対苦労するから。てか、今時中卒の人いるんだね。私人生で初めて出会ったかも。すると、姉の発言に姉の彼氏も乗ってきて、二人して見下してきました。そうだよ、ミカちゃん、将来も考えな。将来もちゃんと考えてるよ。サトシは仕事にも真面目だし、とっても優しくて誠実な人なの。だから結婚するならサトシがいいって決めてるの。でも知ってた？大卒と中卒とじゃ、同じ会社に就職しても給料とか全然違ってくるんだよ。中卒の彼氏じゃずっと給料低いままだろうね。将来絶対に苦労すると思うけどな。そんなことないですよ。サトシは仕事にすごく真面目なんです。毎日頑張ってるんですから、その努力が報われる日が来ます。そんなこと言っても現実はそう甘くないんだよ。ミカちゃんもまだまだ若いな。現実を知らないね。そうそう、私みたいに大卒の彼を探さなきゃ。彼は有名大卒だし、将来も安定なんだよ。中卒のあんたの彼氏じゃ将来困ることになるかもね。そんなことない。それにもし苦労したとしても、私はサトシだけに負担をかけるつもりもないから。今まだ20歳だからそんなこと言ってられるけどね。30代になったら絶対後悔するから、今のうちに彼と別れときな。時間の無駄だよ。お姉ちゃんにそんなこと言われたくない。私はサトシとこれからも二人で支え合っていくもん。ま、せいぜい頑張って。いいよ、放っておいて。私はサトシを連れて部屋に入りました。ごめんね、あんなお姉ちゃんで。いや、びっくりしたけど大丈夫。それよりありがとうな、かばってくれて。お姉ちゃんはあんなこと言ってたけど、私はそんなこと思ってもないからね。うん、ありがとう。ミカが自慢できるような男に
俺はなるから。無理しないでね。サトシは本当に優しい人で、姉があんなことを言っても責めたりすることはありませんでした。それから時は流れ、姉はあの時の彼と結婚し、私もサトシと結婚しました。サトシは私に宣言した通り、仕事を頑張ってくれて立派なマイホームにも住むことができました。姉に初めてサトシを紹介して10年が過ぎた頃、姉から連絡が来ました。ねえ、あんたいつの間に結婚してたわけ？私、呼ばれてなかったんだけど。この前実家に久しぶりに帰ってたら、お母さんが言ってたからびっくりしちゃったわよ。うん、お姉ちゃんはすぐ人を見下す癖があるから呼ばなかったの。結婚式台無しにされたら困るしね。何それ、あんた自分の姉にひどいこと言うのね。お姉ちゃんだって散々私にひどいこと言ってきたじゃない。ひどいこと？うん、私の彼氏が中卒でどうとか、友達は高卒でどうとか、お姉ちゃんの無神経な発言で友達失ったから、もうこれ以上私の周りの人を失いたくないんだよ。もしかしてあんた10年前くらいのことまだ根に持ってるわけ？そりゃ根に持つでしょ。自分の彼氏のことを見下されていい気になるわけないじゃん。へえ、それで私を見返してやろうとハイスペックな人と結婚したんだ。旦那さん、海外から呼ばれるほど有名な建築士なんでしょ？年に数回は海外旅行に行くとか。うん、そうよ。自慢の夫なの。へえ、私にも紹介しなさいよ。姉として将来あんたが離婚しないかどうか見てあげるから。いやよ、お姉ちゃんに紹介したらろくなことがないんだもん。いいから、今度私たち実家に帰るの。その時に連れてきてよね。嫌だってば。母さんにもあんたたちが帰ってくるの伝えておくから。じゃ、そういうことで。勝手に決めつける姉に私は呆れてしまいましたが、私はサトシにそのことを伝えると行くと言ってくれました。姉からひどいことを言われた経験があるにもかかわらず、嫌な顔一つしないサトシに申し訳なさを感じながらも、私は姉と約束の日にサトシと実家に向かいました。実家に着くなり、姉夫婦は私たちに早速絡んできました。今度はいい相手を捕まえたのね。10年前の中卒の男はヤバかったから、私たちのアドバイスをちゃんと聞いてよかったでしょ。そうそう、ヤバかったよな、中卒ってさ。今度の彼は大卒なんでしょ。まあ海外出張に行くほどだもんね。やっぱ結婚するなら大卒の男よね。あ、そうだ、ミカの旦那さんに私たちのマイホームを建ててもらおうよ。有名な建築士のマイホームなんてきっとすごいものになるわよ。姉なんだからそれぐらいしてもらわないとね。おお、いいね。建築士に頼んだ方が安いって言うしな。なんとサトシのことを見ても姉夫婦はサトシと気づいていないようでした。目の前で10年前と同じように見下してくる2人に、これまで黙っていたサトシが口を開きました。お久しぶりです。10年ぶりくらいですね。10年ぶり？どこかで会ったかしら。俺ですよ、中卒の男と今話してたじゃないですか。え、あなた、あのサトシって人？そうですよ、ヒゲも今はありますし、だいぶ10年で変わりましたからね。嘘でしょ、あなたがあの有名な建築士なの？ええ、この10年間資格を取って一級建築士になりましたから。じゃあ自慢の旦那って？はい、ミカにはそう言ってもらってます。ちょっと待ってよ、本当に？私たちそんなこと知らずに。お姉さん、マイホーム計画立てましょうか？え、いいの？これだけ私たちひどいこと言ったのに。はい、お世話になってますから。本当？嬉しいわね。じゃあお言葉に甘えて。でもあと10年くらい待ってもらうことになりますけど。え？俺独立してから毎日忙しいんですよね。海外にも呼んでもらってますから、今契約しても10年待ってもらうことになります。10年って先すぎるわよ。どうにかならないわけ？もっと早く言ってくれてたらできたかもしれませんけどね。まあでも俺嫌われてたしな。それは。じゃあ忙しいんで俺たちは失礼しますね。
ちょっとお金多く払うから早くしてよ、ねえ。お金を積まれてもできません。今は十分な年収で生活してますから、お金に困ってないんで。じゃ、失礼します。私たちはそう言って実家を後にしました。その後姉から何度も連絡がありましたが、もちろん私は完全無視しました。自慢の大学卒だった姉の夫はろくに仕事もできず、未だに昇格なしだそうです。姉は10年前に見下すんじゃなかったと親に後悔話をしてるんだそうです。おかげで私はサトシと今幸せな毎日を送っています。努力家で結果を残してきたサトシをいつも私は尊敬しています。そして姉にひどいことを言われても嫌な顔もせず毅然と振る舞うサトシは本当に自慢の夫です。サトシが建てたこの素敵なマイホームでいつか自分たちの子供と暮らせる日を夢見ています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。